内藤助右衛門信頼っていう方、平和の頃まだ戊辰戦争始まる前に遊びに来られたんですよ、うち。で信頼さんっていう方はですね、まあ、平和だったんですけど、これお礼の手紙ですね。越後の国って書いてありますね。実際に実際川に来て大変感動した、嬉しかったっていう意味のなんですけども、それでこの信頼さんじゃなくて、この子供さんの信琴っていう方ですね、内藤助右衛門信琴、この方はあの京都守護職に従って片森さんのですね、京都へ行くわけですよ。で京都で金門の変ですね、そこに遭遇するわけですね、金門の変で長州勢を撃退するんですよね。でところがその撃退そこまでは良かったんですよ。ところがだんだんと薩摩と長州が手を結べるようになる、これはね、危なくなってきて、じゃあ鳥羽伏見よりだいぶ前ですね。これはこの方はもう平和の頃からです。この子供さんが信琴って言うんです。信頼じゃなくて信琴、その人は金門の変に遭遇するそれで撃退して逆襲するわけですね、長州勢がね、今度は京都御所を襲うわけです。でそこでやっぱりそこであの要するに撃退して、そこまで良かったんだけど、その後がですね、長州と薩摩が手を結ぶと、危ない会津藩は危なくなってくるわけですね。信琴さんはね、今津軽の方流されるわけですよ。砺波藩、うちの津軽の方で、うちのね、皆川森之助っていう人もいるんですけど、内藤隊の一員として鳥羽伏見の戦いに行くわけで参戦するんです。で手紙が3メートルくらいの手紙をうちへ行こうしたんですね。バーしくその様子、京都御所の、戦争の様子、3メートルくらいの手紙があるんですけども、でその森之助はね敗走するんですよ。もう鳥羽伏見 の、あの要するにその頃になってね、で和歌山県の方に逃げるんですね。で戦死じゃなくて病死ですね。病死で、そのお寺さんあたり、あの辺の